エピデクシプテリクスは小型の現状類恐竜の属の一つである。現在知られている唯一の標本は北京の中国科学院古石椎動物個人類学研究所に収蔵されている。最古の化石記録となる飾り輪が見つかっている。ホロタイプ標本の収蔵番号は iBOPV15471 であり、この標本は中国内モンゴル自治区にある。 ミチトラミゾ層のジュラ系チューブもしくは上部の地層から発見されたマニラプトル類恐竜として報告された。俗名は飾りは大意味し、タイプ種類の種小業は2008年に没した古哺乳類学者の雇用名に懸命されたものである。中国名は腰、アカルリュウという。復元骨格エピデクシプテリクスの唯一の標本は保存状態の良い部分骨格であり、 尾には中央のう軸と羽辺弁を持つ4本の長い羽毛が含まれている。しかし、現在の鳥類の尾葉とは異なっており、羽辺弁には枝分かれがなく単独のリボン状のシートである。また、原始的な羽毛恐竜と同様の平行な羽枝で構成された体を覆う単純な羽毛も保存されている。しかし、エピデクシプテリクスの体の羽毛は独特で膜構造を 各羽毛の基部に持っていた。これは、羽毛の進化におけるある種の段階のものである可能性がある。人との大きさ比較イヌイの骨格の全長は25センチメートルで、不完全な尾ハを含めると全長44.5センチメートルで、体重は記載者らの推定では164グラムで、基部浴びラエの中では最小の部類である。頭部については、 複数の独特の特徴を持つ一方で、全体的に、サペオルニス、オビラプトロサウルス類と類似性があり、テリジノサウルス類ともある、程度類似している。葉は、顎の全部のみにあり、奇妙に、長く、前歯は前傾している。これらの葉の特徴は、獣脚類の中では他に、マシアカサウルスで見られる。骨格の他の部分については禁煙である。 可能性のあるスカンソリオプテリクスと全般に似ていて骨盤の範囲が他の重脚類と異なり地骨が座骨より短く座骨そのものが先端部が広がっているなどの特徴があるエピデクシプテリクスの王には原生の鳥類や一部のオビラプトロサウルス類でお葉の付着部となっているビタ端骨と似ていてオシーの先端に向かって得意な構造がある 頭骨の復元図禁煙と見られる意には滑空のための被膜があったことから、エピデクシプテリクスにも同様のものがあった可能性があるが、風切り派はなかったように見える。幻鳥類におけるエピデクシプテリクスの系統上の位置づけは確立されていない。記載時に行われた系統解析からは、スカンソリオプテリクス下に属し、アビアライクレードの基部に位置づけられるという結果が得られている。 この結果は、後のフエトールでの解析でも確証されている。後のアグノリン・アンドノバスでの解析では、スカンソリオプテリクス化であることが確証されたもの、このドガの系統上の位置づけに関して異なる結果が得られた。スカンソリオプテリクス化は、アルバレスサウルス化と、エウマニラプトラと多分期という結果になった。ターナー、マッコウィッキー・アンドネルでは、エピデクシプテリクスでは、 生体の標本が見つかっているものの、スカンソリオプテリクスでは、容体の標本しか知られていないため、系統解析に、含まれなかった。正確な系統上の位置決定には完全な生体の、形質が必須であるためである。この結果得られた、系統樹では、エピデクシプテリクスは、キブゲン鳥類に位置付けられ、エウマニラプトラには含まれなかった。ターナーらはこの系統上の位置付けは、 不安定であると注釈している。エピデクセテリックス類がアビラエの基部に位置するには、最も節約的な場合と比較して2段階の形質の変化の追加が必要とされ、一方で、オビラプトロサウルス類の基部メンバーに含まれる場合には1段階の追加で済む。生態復元図スカンソリオプテリックスを含む独立した探査的解析を行うと、スカンソリオプテリックスはアビラエの基部に位置し、 エピデクシプテリクスは、エウマニラプトラの外に位置して、両者は同じクレードにはならないという結果が得られた。そのため、スカンソリオプテリクス化を単系統として成立させるためには、さらに4段階の形質変化を追加した上で、エピデクシプテリクスが、アビアライにされる必要があるとした。ゴダフロイトへ通るでは、 スカンソリオプテリクス科が単系統として得られている。この研究では、スカンソリオプテリクス科は原鳥類の再規部のメンバーであり、アビアラエトデーノニコサウルス類からなるクレードの姉妹群であるという結果が得られている。アグノリン・アンドノバスにおいてもスカンソリオプテリクス科は単系統として得られているものの、原鳥類ではないマニラプトル類であり、オビラプトロサウルス類の姉妹群であるという結果が、 得られている。下記に示すクラドグラムは、チャンへとールを簡略化したものである。気候時の不手際により、エピデクセデリックスヌイの記載の原稿が2008年の9月下旬にプレプリント用ウェブポータルに公表されてしまった。この論文は公式には2008年10月23日付のネイチャー誌において発表されている。ありがとうございます。